泉が枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界は。もう迷っている時間はありません。玉木、清らなる泉よ、代々の王を守りし神器よ。異界への道を開きたまえ。力持つ者をこの地に誘いたまえ。世界を救うために。繁栄してきました。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てておりました。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったのです。しかし前の王が亡くなった時、なぜか泉と祠は急激に力を失いました。新たな王が大観の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのです。このままでは滅びを待つばかり。怯える私たちにお母様は古い言い伝えを教えてくださいました。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせん。英雄を導きし者、大観の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。私は泉に残された最後の力を使って、巫女であるお母様と共に皆様をこの世界にお招きしました。異界の皆様はこの世界に対して多大な影響力をお持ちです。どうかそのお力を祠と大地に分け与えてくださいませ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それがお母様の見立てです。ずうずうしいお願いとは承知しております。ですが、どうか私と共にこの世界を救ってくださいませ。申し訳ありません。いや、
タマキ。はい。そうです。ええ。ええ。はい。そうですね。プランフター。いいでしょう。皆様のお役に立てるよう精一杯努めます。私の申し上げる通りに動いていただけますか。力をお見せしましょう。どう？次はこちらをお願いできますか？お見事です。英雄様、次はこのようにお願いいたします。
私が出ましょう。お願いします。